はい今回は非を勉強しますはいまずここを見てください一緒に読んでいきますよ非を簡単にするこれがどういうことなのかまず押さえていきます非を簡単にするとは非をできるだけ何々で表すことを言いますと書かれていますさここに当てはまる言葉なんだかわかりますか 比を簡単にするとは、比をできるだけ。小さい。整数。で、表すことを言います。さあ、このことに注意して、問題をやっていきます。まず、丸一番。二点一対零点六ですね。 まずこれは小数です。だから整数ではないね。比っていうのは比の左側と右側に同じものをかけてあげたり割ってあげたりしても比の大きさは変わらないという性質がありましたね。そのことを利用してまずこの小数点を消してみたい。整数に直したいということをやってみたいと思います。2.1と0.6。 小数点をなくすためにはお互いに10をかけてあげるそうすると21そしてこっちは6整数の比になりましたねただ小さい整数に直したいから21と6を共に割ることができる数がもしあればそれで割ってあげる必要があります21と6を割ることができる数3ですねだから 割る3同じことをしてあげなければいけませんよ。はいそうすると2 1る3 7対6る3で2。さあ最後に7と2を割ることができないか割ることができる数がないか考えてこれはありません。ははいいそれで答えとなりりまますすさあ ② 番やります、はい 今度は3分の1対5分の2という問題です。これもまた整数ではありませんね。これは分数です。はい。この分数を整数にするために、この分母である3と5をどうにかなくしたいですね。その時、3と5の最小公倍数をそれぞれにかけてあげると、えー、分母を払うことができます。 三と五の最小公倍数は十五ですね。と、は、も、い、に十五同じ数をかけます、はい。ここで約分をしてあげます。約分をすると。三と十五で約分して。三で割りますよ。三一が三。三五十五。はい。こちらも。約分します。今度は五で割ります。五一が五。五三十五。 そうですね、さあこれらを計算して左側は5対こちら側は23が65対6という比を作ることができましたもうこれ以上簡単にできないできるだけ小さい整数ですねさあ次に三番番は 90cm 対ートル対 3メートルと単位が違いますねこういう問題はまず単位を揃えるところから始まります今回はメートルをセンチメートルに直しましょう1メートルは100センチメートルこれは覚えていますねだから3メートルは300センチメートルこんなふうに単位を揃えてから 比の計算をしていきます。九十対三百となったので。まずはそれぞれを十で割るよ。九十を十で割ると九。そして三百を十で割ると三十です。さあ、この二つの数はまだ簡単にできますか。そうですね。これはまだ三で割ることができますね。はい。この九を三で割って。 3この30を3で割って103対10という小さな整数で表すことができましたさあ次の問題です、はい、今度は、x、の値を求める問題です。一、はい、番4対7は24対 x。 この式のこの x の値を求めますイコールの左側にある4対7と右側にある24対 x がこのイコールで結ばっているんですよねということは左側と右側の比の式は同じ大きさを表しているということになりますその時この比の左側をこの比の左側の数にするために どうしたらいいかまず考えてみましょう。四に何かをかけて二十四、六をかけると二十四になりますね。左側が六倍して右側になった。だからこの七も六倍すると x を求めることができます。さあこの x を求めるには。 この7に6をかけて求めるので x は42だと分かったということになりますさあ今度は二番です今度も同じように0.6対8は15対 x2 つの比がイコールでつながっています左側と右側の比が同じだということですさあ一番と同じようにまず考えてみましょう0.6を何倍したら 15にな,るなりますかこれはちょっと分かりづらいですねそういう時にはこの比をもう少し簡単にしてから求めることにします。対8これはまず小数だから分かりづらいよねだから0.6も8も10倍しましょうそうすると6そしてこっちは10倍したから80ですよ。そうですね。 6と80は2で割れますね。2で割ると3対40これ以上小さくできない整数の比になりましたこうなったら3を何倍したら15になるのか簡単にわかりますね3は5をかけると15になるね同じように42も5をかけて、X、を求めることができます、X、は4 0かける。 5 x は200こんなふうに比を求める比の中にある x を求めることができます。それでは頑張ってください。